はい、どうも、大山です。心理カウンセラーをやっておりまして、こういうブログとですね、 YouTube 動画の方でもですね、少しでもですね、豊かになる、ヒントというものがですね、発信できればと思ってですね、今日も動画を撮っていきたいと思います。今日のテーマはですね、1月、まあ、目標を立てたと思います。1月1日何かしらですね、目標を立てたと思いますが、行動できない、始めたいけど時間がないという人に向けて、お送りします。目標を立てたでしょうか。前回の動画でもですね、お伝えしたかもしれないんですけれども、1月1日に立てた目標は 85% の人が、1月15日には、挫折するということでですね、お伝えしました。どうでしょうか、挫折したでしょうか。私ですね、目標立てると、挫折しそうなので、目標立てませんでした。なので挫折しません、という緩い考えでですね、行こうと思います。なかなかスタートが切れない、始めたいけど時間がないという人は、行動する時期じゃないかもしれません。まずはなかなか行動できない人に向けてなんですけれども、行動しよう、行動が先だと言われてですね、焦ってしまって行動ができないというですね、状況に陥ってしまっているかもしれません。で、取ってつけたように目標を立ててもですね、どうせやらないので立てない方がいいと思います。まず一人でですね、始めるのに時間がかかってしまうとかですね、やり方がわからないという人は、まず、一人で始めるのに時間がかかってしまう人、いろいろ最初に考えてしまう人っていうのもいらっしゃると思います。そういう人はですね、ある程度気を見越してですね、見てもらえるとか読んでもらえるっていうことを考えてですね、始めようとしてますので、全然悪いことじゃないと思います。ただ、中にはプランを組むよりも、行動を優先しようという人もですね、いますので、私はどちらでもいいと思います。始めるのが早くても、考え込んでしまってスタートが遅くなってもいいと思います。そうですね、私は基本プランを考えません。基本ノープランで行くんですけれども、最近は少し早くなってきましたが、以前はですね、私も目標を立てない人間でした。目標を立てても、本質じゃないなというですね、気持ちがどっかにあるとやっぱり向かわないです。で、途中でやめてしまったり、基本的には忍耐力があるので続けはするのですが、結果を出しても喜べません。これは目標を立てる意味がまずないと思います。なかなか行動しないというのもですね、別にその時どうなったわけでもないし、結局ちょっと遅れるとかですね、遅くなっても、何もしないより考えてる方が、素晴らしいと思います。私的にですね、たとえそれが始めないで終わっても、そうだと思います。行動すればいい、行動重視というですね、理論はもう無駄、だと思います。実際今まで行動しろ行動しろと言われてですね、何かしらの理由で、行動しなかったわけですから、行動に結びつかない人はその行動した先に、ビジョンがない状態、スタートを切れない人はスタートしないでおいた方がいいと思います。ブログや YouTube もそうですが、収益収入に結びつくことは全てビジネスだと思ってください。ビジネスでそんなに甘くないよ、行動が足りないよとですね、言われてもですね、まず気にしないでおきましょう。大体言います。それはですね、行動が少ないからです。次に、時間がなくてできていないと言ってしまう人という人はですね、時間がなくて始めることのできない人は、時間ができるまで待ちましょう。時間は作るものだという教えもあります。ですが、作れたら作ってますので、作れない状況、作るよりも作らないことが、自分に合っているという判断をしているわけです。なので時間ができるまで待ちましょう。
ものすごく簡単なアドバイスなんですけれども、時間を取らないということは行動よりも自分の中で優先するもの、それが行動しないということですので、それはいいと思います。例えば、副業を始めなくては老後の心配が消えない、不安が残っているという状況でも、副業を新しく考える、行動するということをしない人は、仕事が忙しいと言いながら、ゲームする時間はあると思います。そして SNS など携帯をいじる時間があると思います。それでいいと思います。こちらもですね、それでいいと思います。そういう人はですね、老後困るでしょうし、辛い思いをして行動したりですね、無理やり何かを始めるよりは、その時に困ってもいいという考え、そう思っている。老後はいつ来るのかというと、実は老後なんですね、今じゃないですね。なので、今何かを考えて詰まるよりも、まあ、老後でいいんじゃないかっていうぐらいのですね、考えを持っているのだと思います。実際ですね、私たち子供の頃にですね、早く行動できたかというとですね、やりたいことしかやってなかったような気がします。勉強しないと、いい高校、まあ、いい大学、いい会社に入れないよと言われてもですね、やっぱりやりません、勉強しません、でゲームばっかりしてます。で、大人になると困るかというとですね、そうでもない状況ですね。まあ、道は選択肢が増えるっていう意味では勉強しといた方が良かったかなと少しは思うんですけれども、私も勉強しなかったので、勉強より遊び優先してましたので、それを考えると今大人になってもですね、何かを学んだり次のことを考えることをしないというのは子供心、本心だと思います。将来不安だから勉強しなさいと言ってもしないのと同じように、動きましょう、行動しましょう、副業を少し考えましょうと言ってもやらないのは、心の中にある自分がそうしているからですね。まあ、勉強していた人もいると思います。まあ、ほぼ勉強している人が多いと思いますけれども、ただその勉強していた人は、全員幸せになっているでしょうかということも疑問に思うところですので、勉強しなくても遊びの方で仲間が増えてチームが作れて、チームワーク、コミュニケーションに得意なですね、職業に就くという場合もございます。なので自分が優先するのがゲームでも飲み会でも昼寝でも何でもいいと思います。それが老後のためのビジネスを覚えるよりも今の気持ちを優先しているという気持ちの持ち主ということです。ここで、結論なんですけれども、そういう人は、今何か無理やり行動するよりも今やっていることを全力で楽しみましょう。そこから何か生まれます。今の現状ですね、認めてない、受け入れてないとやっぱりつまずく、誰かの決めた道、路線でですね、生きてしまうと自分の道ではないので、自分以外で生きようとしてしまいます。そのスタイルでいくと、このような日本ですね、出来上がってしまうのではないかと思っております。正解がですね、全ての人に当てはまるのであれば、全ての人が幸せになっているはずです。それでも、不幸な方だったり不満なこともですね、正解な方に向かえば向かうほど増えてしまう場合もございますので、それは一概に、言えないと思います。行動できない方はですね、今を楽しむ、これがアドバイスですね。今回のですね、結論なんですけれども、行動しない人は行動しない、時間がなくてできない人は時間ができるまで待つ、トータルで結論として今を楽しむ、全ての人が正解に向かっているわけじゃないということが結論なので、自分を他人の時間と同じように過ごそうとすると、疲れます。行動するときに、なったらすると思いますので、困る人はそこで困る、後で困るか先で困るか、それだけの差ですので、まずは今を楽しんで受け入れる、ここです。最後になります。行動した人にしか結果は出ません。まあ、ちょっと逆のことを言っていますが、これは動かない事実です。結果は出ません。ですが結果を求めていないのであれば、結果を出す必要もない
ということですね。私も最近結果を気にしてないことに気づいたんですが、プロセスを大事にしてたら行動するようになりました。それを受け入れたからですね。結果までのプロセスを大事にしていたんですが、周りからですね、それが今やるべき、今を楽しむ、今を受け入れるということだと思います。これが今日ですね、行動できない人に対してのアドバイスというかですね、昔の自分に対してのですね、思いを今日の締めにさせていただきます。ちょっと甘い考えかもしれませんが、そのように行動するようになっています。ただスタート時期が違うだけ、それがずれているだけですので、気にせずに今を楽しみましょう。そういう人にしか、いい結果は出ません。無理やり行動してもいい結果には結びつかないので、それを焦るのではなくて、今を楽しんで、この動画を楽しんで、チャンネル登録も、ポツンと押していただいて、さらに、ベルマークもですね、押していただいて、YouTube を、閉じるように、習慣づけましょう。それでは、チャンネル登録お願いします。今日もありがとうございました。